はい、どうも、太田です。はい、どうも、小池です。喧嘩して、僕ね、喧嘩をしたことがないんですよ。殴り合いの。この腕だと、誰とやっても負けるんで。でも、世の中に俺より弱そうなやつっているじゃん。身長150センチのやつとか。ホビットとかね。頑張れば勝てそうじゃん。だから、今回は、太田がガチで殴り合ったら、勝てそうな配信者を探そうってので、弱そうな配信者僕知らないんで、配信しながら視聴者に聞いていこうかなって。あ、なるほど。コメントで、こいつならお前勝てんじゃねみたいなんで、一人でも勝てるやついたら、そいつと対話しようかなって。スパーリング企画、続編で撮りたいなと思うんで。どう？あぬかなゆのしぐらい。女や。発明とか、発明にはギリ負けそう。ナイフとか使うタイプはダメよ。デパちゃんとかでいいんちゃう。あれ、ムチとか使うから危ない。リスか。余裕で負けるわ。ホイ君とか。負けるわ。メグウィンの鼻折ってんだから。マー君とか一周回って。いや、超パンで一発やろ。お前もう誰が勝てるマジでおらんやん。ギリヒロックとかやっても負けそうじゃない。言葉攻めで負けそう。精神男性卒業しました。これ妹。俺の妹。お母さんとセックスした。思ったんですよね。ガチで殴り合って勝てるやついないんじゃないか説。西君ぐらいじゃん。なんかあいつ足とか掴んできそうじゃん。こんなにもワンチャン乳首つねられて負けるんじゃん。小学校の時一回タイマー負けてるから。こんなに負けてるから俺。途中から諦めてストリートファイター出すなよ。ただそっちでも負けるから大丈夫。では配信の方やってきます。逆パンチ。みんな今日、俺がギリギリガチの殴り合いしたら、勝てる相手を教えてほしいんだけど、初目無理やね。初目おっぱいでかすぎて、おっぱいビンタで死なされるけん無理です。絶対勝てません。爆弾ニュートンには。ボットンさんね、ギリ勝てそうなんすけど、あいつ多分ね、めっちゃ鋭いナイフとか使うタイプやから、全然殺されるよ。釈迦さん、くっそ踏み込んだパンチしてきそう。重い一発を入れてきそう。ユユータさんに勝てるわけないやん。あの人ムキムキやぞ。ユユータさんなんてワンパンやね。俺の話じゃないよ。ユユータさんがワンパンってことね。ユタボン若いから普通にジャブの連発で俺負けるわ。のりやき、いや、のりやきさん意外とごついからね。え、そんなパンチで沈むんすかとか言いそうで。多分負ける。若手 TV の文人さん。俺よりがたいでかいから余裕で負ける。学歴も低ければ喧嘩の能力も低いっすね。コスメティック田中。ガチでちょっと一瞬勝てそうと思ったけど、ああいうやつってね、空手とか習ってるタイプね。文人が故障したんだけど。シャムゲーム。仲間連れてきそう。裏の道の系の人を応援部隊として連れてきそうだから嫌っすね。マスオ TV。マスオ TV とかやばいやろ。ロックリーみたいな技してきそうだよ、ね。渡辺ほと 100% 勝てんね。俺と同じくらいガリガリやけど、怖いものなしやからね。限度を知らない人間って一番怖いからね。頭踏まれて土下座させられて2回逮捕っす。オボメン TV。 CR オボは乗り物で引いてきそうだよな。おいっすおいっす。まあ、あいつもシンプルに武道でやっても勝てねえだろうな。猫缶さんね、多分ガチで強いよ。やっぱ FPS 上手いやつって喧嘩も強いと思うから。多分俺が右ストレート振った瞬間にそのコードは読まれてんね。そこで猫缶さんがフラググレネード抜いてスタンドオフで自爆。タヌかな。絶対勝てねえよ。あいつ金玉蹴ってきそうじゃない。男の弱点知ってるから。金敵されてめちゃくちゃ苦しんでる時にホビットじゃなければ金敵入るんやな言われて、ホビットであれば金敵入ってなかったのかって後悔し始めるまでがセット。中さんと田辺の中さん、ぱっと見勝てそうなんだけど、あの人多分爪とかで攻撃してくると思うね。黒ひげタイプね。シャンクスみたいな状態になっちゃう。爪攻撃タイプとはやり合えないかな。全然勝てないと思う。瀬戸康史さんは iPhone とかで叩いてきそうだよ。 iPhone の方が痛いんだよね。コムドットアムギリすげえ素早そうだよな。俺がパンチ振ったとしても効かねえんだよとか言いそうじゃん。桃太郎オフィスの桃太郎さん 500% 負けます。あの人結構パワー系なんすよね、実は。多分握力結構すごいからな、あの人。六方全手とかで殴ってくんじゃん。吉生さんはね、サイコパスだから怖いよね。脳だけ取り出されて、培養されてるってことって言い出す。モンハンの技とか叫びながら殴りかかってきそう。一撃必殺とか言いながら殴りかかってきそうじゃない。アキラくん。いや、アキラくんとかさ、先端に毒塗ったナイフとか持ってきて、指とか腕とかに当たって、あと30分以内に僕を仕留められるかどうかですね。そういうタイプやと思う。リッコ28。女だからね。女とは喧嘩しませんよ。まあ、喧嘩してもギリ負けると思うけど、俺がどんだけ勢いつけてパンチ放っても、0点って言ってきそう。0点、2点、3点。東海オンエアの虫眼鏡さん、めっちゃ頭脳的な攻撃してきそうだよ。溝落ちとか一発入れてきそう。XQQ さん。XQQ さんは多分対策されるね。レイキャビックで対マンするとして、当日対策すごすぎて一発も俺の攻撃当たらんし、なんならカウンターで一発で仕留められるかな。高木、リドル高木は野生だから強いストリートファイター上手すぎるから、あいつ多分投げ技とか使ってくるよ。ストファイで学んだ技使ってきそう。潮流剣で俺失神で、射精。レテンジャダン。いや、あいつら2対1やから卑怯よね。どっちがどっちかは未だに分かってないんだけど、イケメンな方は俺と同じで女にも負けそうだよね。バキドウは無理よ。絶対勝てん。体重差で勝てん。あんな奴に押しつぶされたら心臓破裂確定ね。ゆうきちひろ、クソデブそうだからギリ負けそう。フレモルって、何ですか？ちひろ未成年なんですけど、フレモルって、って言いながらプレモルの缶でぶん殴られんね。ネフライトさん。フォートナイトのネフライトさんは、パッと見勝てそうなんだけど、足とかかけてくんね。で、髪の毛引っ張ってくるタイプ。なんで負けますね。ジュキヤ、誰ですかそれ。YouTube でチャンネル調べても出てこないんですけど、あの人はね、飛び膝蹴りとかしてきそうだよな。いや、でもジュキヤやったら俺ワンチャン勝てるんじゃん。なんかジュキヤだったら勝てそうな気がしてきました。ジュキヤだわ。ギリ勝てそうだ。ピノタ、あの人はザブザの包丁使ってくるから無理やね。あと全然、戦績で言ったら、モーモーさん負けてるから俺勝てんやろ。西くん、まあ、西くん
もオープニングで話したけど、よくよく考えたら西くん、多分最初は俺がボコボコにするよ。西くん、お前さ、身長ちっせえくせに挑んでくんじゃねえよっつってボコボコにして、西くんが助けて助けてって言ってる時に、おいどうしたんよっつって後ろから怪人出てきて、俺ボコボコにされて負けるね。おお何があったんよ言って入ってくるから。赤髪の父さん、僕めちゃくちゃ尊敬してるんですけど、まあ僕が YouTube 始めたきっかけの人でもあるんでね、めちゃくちゃ尊敬してるんですけど、エアガンとか持ってきそうだよ。普通にフルオートで撃たれて負けそうですね。小走りちゃんもね、細いから勝てるかなってワンチャン思うかもしれないけど、多分ああいうのは全然超臨時拳法とか習ってたようなやつよ。なんで負けます。肌肌宣言をボリタ、いい勝負するんじゃないかなと思ったりしたんだけど、あの人常に大パンでパンチの練習してるから、上からパンチもらって俺は負けるかな。バイシムくんは2015年のバイシムくんならワンチャン勝てるかもしれんけど、今のバイシムくんは鍛えてるから勝てないね。ボコボコにされて、それ動画化されるわ。街中で撮影中にクソガキ厨房キッズが乱入してきてボコボコにしたった。わらわらわら、かっこガチ。ハイグレ卵とか一番勝てねえよ。ファーって言いながらぶん殴られるやん。 DJ しげ、あの人ムッキムキだからな。意外と DJ 機材とかで殴ってきそうで、音楽流れんね。カンオケダンス流れる。アドミン、普通に女とか殴ってそうだから躊躇なしにボコられそうですね。僕モコーさん、意外と飯食うからな、力は強そうですよね僕より。覚醒マコーの状態なのか覚醒してない状態なのかにはよるけど、小学生の子が言う、全然負けます。お前は過ちを犯したつって。あっさりショコさん、いやあの人喧嘩クソ強いよマジでね。地元じゃ負けなしだからね、全然クソ強い。油粘土マンさんはなんか俺死んでも殴ってきそうじゃない。息のね止まってんのにさ、ぶん殴られそうだよね。ナオヒロ21、合気道とかしてそう、全然攻撃当たんなそう。パーカーチャンネルのパーカーとか久々聞いたわ。あいつは勝てる。ちょんまげ小僧は勝てんよ。6対1とかで来られても、てか1対1でも負けるから。ナマズとかも絶対勝てん。ラスさん、まずラスさんのお母さんとかお姉ちゃんとか俺がボコボコにしたとして、ラスさんが俺は弱い強くなりたいっつって覚醒ラスなって、兵役行ってムッキムキになった状態で俺ボコボコにされて、北朝鮮と韓国からボコボコに銃撃たれて死亡ですね。女で勝てそうで言うたら、初音ユノシー負ける、ミサコ負ける、ラムちゃん負ける、小走り負ける、レナコ負ける、イオリモエ負けるやから、1個21くらいかな、女でワンチャン勝てそうといえば。なんで男で勝てるのは、パーカーチャンネルとレテンダジャムのイケメンな方っていう結論に至りました。異論があればコメント欄で教えてください。と、レテンダジャムのイケメンなハーフっぽい方の方と、パーカーチャンネルさん、今度スパーリング企画、ぜひコラボしてください。ということで、概要欄にある裏山田ハウスをフォローしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。週1で投稿してます。絶対に登録してください。ということで、太田さん、今日の格言をお願いいたします。だけを使うや以上。はい、ということでいろんな方の名前を挙げてしまい申し訳ございません。大好きだからこそ名前を挙げさせていただいてます。不快になったら申し訳ございません。もし不快になったら僕がサンドバッグになりますので、 DM でサンドバッグコラボ依頼を送ってください。でちょっと宣伝なんですけど、6月24日20時からダンダッソ、 DJ しげさんと小池と太田で浦山田ハウスでスタジオを使って AV の歴代売上ランキング1位から10位当てれるまで帰れまてんという企画がありますんで、こちら無料で見れますんで配信見ていただけるとありがたいです。みんなも一緒に歴代売上ランキング1位の AV を予想してみてね。